UFO。 ケイトだけ連れてかれる。どんなポーズ？しかも笑顔。邪悪なる鬼の王、打ち倒されしの地。古の鬼族は黒き影を目覚めさせる。黒き影の怨念により、天井の空は光をなくし、すべての世界は深淵の闇へと落ちてゆく。世界に光を取り戻す、選ばれし守護者は、扉より出し、魔導鏡の使い手たち。守護者と妖魔たち、その絆は深くつながり、かすかな輝きは、やがて世界を満たす光となる。ふぅ。予言書がここで終わっていたのなら、まだ希望ある内容だったのだがな。まさか続きがあるなんて。うん、これみんなに伝える？伝えた方がいいんじゃね？守護者たる魔導鏡に使えて、その絆は世界を超えて、新たなる守護者を呼び覚ますだろう。黒く影もまた、より深き怨念となり、世界を超えて、新たなる最悪を解き放つだろう。新たなる守護者は、まばゆき光を灯す霊の守り手。ただし、光あるところ影あり、最悪は影より生まれる。絆の光は守護者と妖魔を導く道となる。しかし、導きの光の影にあるのは滅びの闇なり。新たなる守護者と最悪の誕生。まさにこれから起こることに違いない。カイラ様！誰かがまた新しくオッチを手にする。それは、シンが手にしたやつとはまた別？カイラ様！そして新たなる最悪も。カイラ様どうしますか？ああ、エンマたちも旅に出たままだからな。私たちで何とかしなければ。不吉な内容の予言ではあるが、世界に光を取り戻すためには、ウォッチ使いの力が絶対に必要だ。頼んだぞ。お前たちの力も頼りにしているぞ。何かあったらよろしく頼む。はい、わかった！合点承知！この二人かわいい、欲しい。欲しい。お、新たな章。第五章。今と未来の大乱戦？クラッシュオブタイムズ。事件です！だから事件なんですよ、大事件。めっちゃグロかわいい変な妖怪がいまして。かわいいの？グロかわいい。あんなホラーっぽい妖怪たちがいるなんて、妖怪の世界もなかなか奥深いものですね。そっか、稲穂だから基準がおかしいのか。私にとってはきっとかわいくないんだね。リス？ちょっとそんなことを言うためだけに人のお家に来たわけですか？あ、そうだった、ウサピョンが大変なんでした。え、もしかして襲われてる？今まさにグロかわいい妖怪たちにウサピョンが襲われちゃってるんですよ。それを先に言って。そうちょっと私はどうにもできなくてですね。なぜと、そういうわけでケイトさん、どうかお助けを。にゃ、稲穂だって妖怪ウォッチ持ってるにゃんね。自分で友達妖怪を紹介すればいいにゃん。いやー、紹介、召喚。いやー、それがですね、ちょっとなくしちゃいまして。妖怪ウォッチを？なくしたん？どっかに置き忘れたか落としちゃったか。でも今は探してる暇なくて、妖怪ウォッチの扱い雑。というわけで、ケイトさんのお力を借りに来たというわけであります。ちょっと！ウォッチを雑に扱うとは、ウォッチ使いの自覚が足りないでウィス。ごめんなさい。しかし今は、どうか、うちのウサピョンをお助けください。何とぞ。まあね、助けるしか。しょうがないな。ウサピョンはどこにいるの？よーし！桜第一小学校の校庭です。ではでは、ウサピョン救出作戦スタート。楽しそうだな。桜第一小学校へ出発です。ウサピョンを助けなきゃ。にゃーん。まったく世話が焼けるにゃん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、頑張ろうかね。桜第一小学校の校庭。さあ、桜第一小学校。ナビワーン、いきなりの大活躍ありがとう。道案内はよろしくね。よいしょー。あ、あっこか。全然可愛くない。よーし。お待たせ、ウサピョン。稲ウサ救助隊、ただいま参上であります。稲穂？何？来るのが遅いだに。一体何してたんだに？ごめんごめん。ケイトさんを連れてきたからもう大丈夫。
ていうかグロかわいい妖怪って未来の妖怪のこと？これって未来の妖怪なんです？未来ってやっぱエキセントリックなんですね。と言いますか、どうしてこっちの世界にいるんでしょうね。俺らはただこの世界は何なのか、ちょっと聞いてたとケミン。あれ、襲われてるわけではない。でもこいつビビってばっかで全然教えてくれないミン。こうなったらお前たちに力ずくで聞いてやるミン。別に力ずくじゃなくても教えるよ。よっしゃ、来たぞセミロングたち。バトルスタート。マさん死にそうだった。ナイス。イエーイ。また拾いたいものめっちゃあるんだけど。あっという間やったね。助かったらに。ミーだけじゃどうしようもなかったらに。普通に会話をすればよかったんじゃないかな。てか倒しちゃったけどかわいそうに。そうそう、私たちが助けなかったら今頃あのグロかわいいセミ妖怪に体液をチューっと。なわけないだに。座れないだに。体液なんて言うんだだに。それにしても未来に妖怪がいるなんて一体何が起きてるんだろう。まあひもじいもこっちに出てきとったもんね最初。何？この間ケイタさんの娘さん未来人が来てたじゃないですか。夏目のことにゃ。ワクワク。そしてさっきの妖怪たちは未来の侵略者妖怪の手先。何？一方ケイタさんの娘さん、その正体は彼らを追うエージェント。早く娘さんに助けを求めないと未来からの侵攻が始まってしまう。楽しそうだな。ダメだに。相変わらず稲穂はその手の話が好きだにね。最初の世界の扉を見つけた時って未来のひもじいが来たのがきっかけだったよね。ウィス。ええ、そうでしたね。よーし、大森山の世界の扉に何かあったのかも。ちょっと見に行ってみようか。もちろんであります。それなら私も行きますよ。未来につながる扉なんてワクドキですな。おい、これに便乗して未来に行ってみようなんて考えてないだに。まさかそんな危険なことしないって。しそう。やるだに。大森山にある世界の扉に行くだに。グロかわいい妖怪がたくさんいそうですな。そんなに期待しないで。ちょっと待って。はあ、ついに。ついにだよ。はい、ということで、今回は、ちょっとこの桜第一小学校、まあ本編は置いといて、この桜第一小学校の校庭に、隠し、今一瞬見えたね。ほら。足元を、このなんか、隠しスポットがあるということで。はい、Rスティック押し込み、ヘイ。ってことでね、これで、どうすればいいんだ？とりあえず降りて、待って、下ろして。降りて、はい、この足元を、じゃーん、ミステリーサークルを見つけた。こんな感じで、どういうマークなんかよくわからんけど、ミステリーサークルで更新してみますか。はい。あー、 UFO。 ケイタだけ連れてかれる。どんなポーズ？しかも笑顔。あー、宇宙人。未確認族やって。生命体を認識。サンプリングプロシージャーにおいて人間を回収した模様。同様に妖怪を確認、接触を開始する。お前様、この星の生命体だな。ヨーグルサロンへようこそ。お前様、丁寧なのか。何なのか。我々は宇宙人だ。そんなこと言ってないやん。未確認族ってよりやん。お前様、ここに来たの偶然。でも、我々お前様歓迎。我々人間と妖怪興味ある。みんな仲良く、みんな友達。妖怪なわけではないんやね。そしてお前様に頼みある。この星で採れるヨーグルト、あれが欲しい。あれは我々にとってとても大切。お前様に分かりやすく言うと、イデアであり、アニマである。
イデアはなんとなくわかるんやけど、アニマって何？ヨーグルトをもらえるならば、我々のテクノロジー提供しよう。ヨーグルサロンで生まれ変われ。我々未確認族のヨーグルサロンでは、本来は変わらないものを変えることができる。妖怪なら性格と好きな人を、我々の力で変えてやろう。人間ならば、ウォッチスキルをリセットできる。ウォッチポイントを振り直せるぞ。この妖怪の好きな人を変えるっていうのは、なんか好きな人と一緒に戦うことによってパワーアップするとかそういう効果がある件ってことやんね。ただし、我々もタラでは変えてやれない。お前たちが持っているヨーグルトをいただこう。ヨーグルサロンはミステリーサークルからいつでも来られるぞ。今後ともよろしく。何か用？ってことで、この妖怪の性格を変える、妖怪の好きな人を変える、ウォッチスキルをリセット、何も変えたくはない。妖怪の性格はどんな感じで？今のところ気ままで短期。短期なの、ミッチ。やめてよ。あ、何気にメラメライオンは素直で優しいんや、意外。気ままで冷静。で、ジバニャンとかはどんな感じ？気ままで頼もしい。頼もしいかな？わかんない。とりあえずマイナス系の性格の子をちょっとプラスっぽい、いやらしいの？ちょっとマイナスっぽいのをプラスの性格に変えれば、いい感じになるんじゃないかと思うんだけど。で、ちょっと気ままで短期はちょっとあれだね。ミッチー変える？どれにする？サボりにくさ、行動。サボりにくさ？行動？どれにするとは一体どういうことなんだろうか。じゃあ、これで性格を変えることによってサボりにくさとか行動とかが変わるってことか。行動は？短期、荒くれ、冷静、いやらしい、頼もしい、目立ちたがり、優しい、献身的。頼もしい。ヨーグルトが足りない。なんかこのランクによって、確かヨーグルトの数、必要な数が変わってくるっていう風に聞いたんやけど、じゃあちょっととりあえず、違う子、気ままで荒くれ。荒くれって、とりあえず行動、サボりにくさ。つまりね、サボりにくさを気ままから素直に変えますか。必要なヨーグルト2個。じゃあこれで。性格まで変えられるって怖いわ。チャーリーのサボりにくさが素直になった。素直で荒くれ。より一層手がつけられない感じになった気がするけど、まあ。何か用？もう大丈夫。はい、こんな感じで。ここで一体何をしていたんだろう？怖い怖い。記憶を消されるのね。こんな感じで、桜第一小学校。とりあえず、今、これ第5章やっけ？第5章に入ってから、行けるようになるってことかな？この桜第一小学校の、グラウンドの、真ん中かな？ほぼ。らへんに、ミステリーサークル、隠しスポットがあります。まあね、戦闘とか役立つと思うけん、ぜひぜひ、利用してみてくださいまし。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか他にも隠れスポット、隠しスポットみたいなのあったりするんかな？いろんなの行ってみたいよね。